皆さんこんにちは。今回は最近発売されたポケモンスカーレット・バイオレットをやっていきたいと思います。マイクラのメカニズムの動画を上げようと思ったんですけど、ポケモンがやりたかったのでついでに実況動画を上げようと考えて、今回はポケモン初実況をやっていきます。ということで今はキャラメイクをしています。名前はタカでいきます。キャラメイクが終わったので早速始めていきます。ポケモン SV は完全初見なので、楽しみです。早速ストーリーを進めていきます。今回の主人公の部屋も良い感じですね。任天堂スイッチがちゃんと勇気EL になってますね。多分ポケモンを遊んでる人のスイッチと同じになるはずです。動けるようになりましたね。早速動いていきます。階段を降ります。今回のままのポケモンはホシガリスのようですね。ホシガリスはポケモン剣盾の時に序盤に出てくるポケモンですね。今回の舞台はパルデア地方で、大まかな流れは主人公がポケモン学校に行くらしいです。誰か来たみたいです。いきなり校長先生が来て自分の家でお茶飲むのはすごい展開ですね。自分の部屋に戻って荷物を取ってきます。
まだ準備できてないらしいです。渡すものって何でしょうかね。ご参加したー。今回選ぶ御三家はもう決まってます。今回はタイトルにも書いてある通りニャオハを選びます。理由は可愛いからです。とにかく可愛いと思います。最初に御三家の情報を見た時に、即決しました。最終進化まで立たないで、欲しいです。立ってもマフォクシーみたいな感じになって欲しいです。鳴き声も良いですね。校長のところに行きます。ずっと歩くと遅いのでそろそろ走りたいんですけど、走り方がわかんないです。お、走れました。今回のポケモンはオーバーワールドなのでこれまでとは、違った楽しみ方ができると、思います。レジェンドアルセウスの時みたいに、素材集めをするのも楽しそうです。もう御三家を選べそうですね。ニャオハ一択なのでニャオハに直行します。ご近所の人は主人公のライバル的なポジションになりそうですね。
生徒会長でチャンピオンランクの凄腕はライバル優秀すぎますね。やっとこの時が来ましたね。ニックネームは基本つけないです。ホゲータだけ残ってかわいそうです。三人目のライバルいるんですかね。早速ライバルとの初勝負ですね。バトルもどのように変化しているのか、楽しみです。アイテムが落ちてます。これは探索優先になって、ストーリー全然進まない予感がします。ポケモンバトル始めましょう。ニャオハの後ろ姿も良いですね。図鑑をもらいましたね。今回は図鑑も全部揃えたいですね。
これから学校に向かうらしいので、ネモについていきましょう。その前に少し探索します。出発していきます。その前にママの話を聞いてるところです。サンドイッチをもらいました。なんで大切なものポケットに、いるのかわかんないです。これから重要なものなんでしょうかね。傷薬5個は、とてもありがたいです。少し操作してわかったんですが、操作性が少し悪い感じがします。OBS で収録してるから時差が起きてるのか、ゲーム自体の問題なのかわかんないです。有識者がいたら教えてください。ここからはポケモンの捕獲をしていきます。見たことないポケモンがいますね。捕まえるのが楽しみです。初野生バトルですね。このポケモンは見たことがないです。倒してしまいました。次は捕まえようと思います。学校に行く前に東大に行くらしいです。その前に探索します。めっちゃ探索楽しいです。今回のポケモンからランダムエンカウントじゃなくて、シンボルエンカウントに変わったので、自分がレベル上げしたいタイミングとか、捕まえたいポケモンとか自由に選べるようになったのでとても便利になりました。そしてワールドに落ちてるアイテムもたくさんあるので、ボールと回復には今のところ困らなかったです。
叫び声があった方向に、行くみたいです。ワールドを探索していると、アイテム見つけたら次のアイテムが、見つかっての繰り返しでなかなか探索終われなくなっちゃいます。では行ってみましょう。このポケモンはバイオレットのパッケージに映ってるポケモンに見えます。明らかにサンドイッチをあげた方が、良い流れなのでサンドイッチをあげたいと、思います。元気になったみたいでよかったです。今回は少しキリが悪いですがこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくね。また次回会いましょう。